はい、皆さんこんにちは、愛の戦士です。さて、今回ですね、愛の戦士冬込みコミケ101ですかね、当選したので参加したいと思います。1日目東ホールで、当選しましたので、もしねチケット当たったよーって人はね、薄い方を買ったついででいいんでね、よかったら遊びに来ていただけたら幸いでございます。じゃあ愛の戦士今回何売るのかと言われましたらね、まあ愛の戦士これずっと作りたかったものがあって、こちらです。カードスリーブデスマッチャースリーブ2種を今回は作成いたしました。マジでね、スリーブはね、ずっと作りたかったんですよ。やっぱカードゲーマーですからね。愛の戦士君、素晴らしいスリーブじゃないか。これは私じゃないのか。私のデスマッチャースリーブを作るとは。君は本当にセンスがいいな。いや、これね、ピエールさん、実はね、今回はピエールさんによく似たね、デスマッチャーということでね、まあ、ピエールさんとは別人ということでね、まあ、そんな感じでね、いろいろやらせてもらってるんでね、ピエールさん、今回引っ込んでてくださいね。あ、そうなのか、愛の戦士君。でもそれが私なら明らかに。いやー、というわけでね、じゃあ一個ずつね、見ていきますか。まずはこちら、なんといってもピエールさんとネオピエールさんに、まあ、よく似た別人なんですけどね。が二人で映ってるこのデスマッチを表して、デスマッチ、そしてこの死闘っていう、この習字の文字なんですけど、これ。動画からね、切り取っていただいて、こうやってね、切り取ってデザインしてもらったんですよ。はい、これはね、今回超有能視聴者姉貴に、書いていただきましたね。まずはこの二人のね、伝説のデスマッチャーが映ったデザインと、もう一つこちら。これ皆さんわかりますか？はい、こちらね、私とっても大好きな扇風機デスマッチと、あとなんかガリレオみたいな、イラストをね、イメージしてね、作ってくれたというね、ほんと天才発想で、何パターンかね、イラスト案いただいたんですけど、これね、俺めちゃくちゃ気に入っちゃってね、こちらのね、イラスト案でね、お願いして作ってもらいました。これマジでね、センスあってね、しかもね、パッと見、俺の動画知らない人が見たら、一見遠目から見たらちょっとオシャレなスリーブに見えるんだよね、これね。よく見るとね、デスマッチとね、書いてあっても扇風機デスマッチ、ピエールさんがね、貼り付けにされた、デスマッチがちょっと再現されているということで、いや、今回はね、こちらのスリーブ2種を販売いたしたいと思います。まあ、こちら60パック入り ?60 枚入りっていうのかな、で、ございます。サイズはね、レギュラーサイズです。レギュラーサイズがどれくらいかっていうと、ポケカとかデュエマの、まあ、遊戯王より大きめのサイズのスリーブで作ってます。まあ、遊戯王はね、他のカードゲームよりちょっと小さいんですが、まあ、スリーブを入れることによってね、まあ、こんな感じで重ねて、スリーブに入れたら、まあ、こんな感じでできると。まあ、遊戯王勢の人たち多分みんなもう分かってると思うんですけど、キャラスリとか使うときは、もう、スリーブ一回かませますよね。まあ、それの感覚と一緒です。今回はこう遊戯王公式のスリーブに、入れてるのでね、我らがファラオ、スリーブに入れて、プレイすると、まあ、こんな感じになっております。デスマッチスリーブ、いいですね。じゃ、ボールガイも入れてみますか？これまず、ジャストスリーブに入れてますね、ボールガイ。ジャストスリーブに入れた感じで、まあ、こんな感じで入ると。はい、こちら今、スリーブから出して、まあ、直ボールガイなんですけど、まあ、直ボールガイからそのまま入れても、こんな感じで、いい感じになっているという感じでございます。あとは、ディエマね、ザガン様。じゃ、ボールガイとサイズは一緒でございます。はい、デュエマもこんな感じで入ると。まあよくあるね、キャラスリーってかもう普通の、レギュラーサイズのスリーブだと思っていただければっていう感じでございます。こちらもね、60パックなんで、まあ大体のカードゲーム困らないかなと。60あったらもう大体のカードゲームできるんでね。じゃあこっちのね、スリーブも入れた感じ見ていきましょうか。よいしょ。ザガン様、一方的にスリーブに入っていく。こんな感じでございます。いいね。いや、俺ね、スリーブ作るのずっとね、夢だったんですよね。カードゲーム大好きおじさんなんでね。いや、今回やっと作れた。なんでね、今までずっと作れなかったかっていうと、スリーブって作るのに、結構時間かかるんですよね。今回も4ヶ月ちょいぐらい。5ヶ月弱とかそれぐらいかかってるので、スリーブ完成まで。だからね、今回もうコミケの応募冬込みの応募が始まる前から、俺はこれ準備して、イラストとかもね、お願いして、スリーブ制作会社とかにもね、お願いして作ってもらってて、まじ、コミケ受かるか受からないか、まあ、一か八かでしたね。まあ、受からなかったらどの道、通販で売るつもりだったんですけど、まあ、今回、こちら、スリーブ60枚が入ったワンセット、1個1000円。
1000円にて販売させていただきたいと思います。いや、このねスリーブがあればね、もういつでもどこでもねデスマッチができると思うとね、もうデュエルデスマッチができると思うとね、いや私ね結構心が躍りますね。まあ、今回のねこのスリーブなんですけど、正直ねこれね俺自分で使いたくて作ったところがもう8割9割なんで、もう嬉しい俺はこのデスマッチスリーブがね作れてね、めちゃくちゃ嬉しいです。まあでもこれ今回ねコミケと、あと通販でも、コミケ終わった後ね、通販だとちょっと時期がいつになるだろう、多分2月ぐらいになっちゃうと思うんですけど、コミケ終わってからそのいつものようにブースで売るんで、ブースの人結構ね丁寧でね1個ずつ検品してくれるんで、商品送ってからみんなが買えるまで多分1ヶ月ぐらいラグがあると思うんで、通販だと多分2月頭か中旬ぐらいかなみたいな感じで、それぐらいでお届けできるかなと思っております。とでもって今回のコミケでの購入制限なんですけど、各1個ずつでお願いします。まあ、みんなにねたくさん買ってもらいたいってのもあるんですけど、まあ、全員の手に渡ってほしいので、ちょっと今回はまあ、たくさん欲しいって人もいるかもしれませんが、購入制限1個1個各1個ずつでよろしくお願いしたいです。コミケ会場ってめちゃくちゃ一サークルあたりのスペースが狭くてですね、持ち込める物量っていうのが制限されてるんですよね。コミケの一サークルあたりの持ち込める荷物っていうか、この物販の上限が、確か、縦70センチ、横90センチ、高さ150センチだったかな。それ以内に収めないといけないみたいなルールがあって、まあ、そんな感じでね、会場にも持ち込める個数の制限があるので、今回はね、なるべく、来てくれたみんなに行き渡ってほしいという思いを込め、ちょっと一個ずつのね、制限とさせてください。よろしくお願いします。あと、そのことに関連してのお願いなんですけど、まあ、私の方はね、その1サークルあたりの上限ギリギリまでこちらスリーブ持っていくので、まあ、その関係上でね、差し入れを受け取るスペースが少なすぎるので、今回差し入れをめちゃくちゃ制限させてください。まあサイズの制限かな。どれぐらいかっていうと、もうゲームソフト1本分ぐらい、 PS5 とか4のこのパッケージ、このサイズを大きさの上限とさせてください。じゃないと持ち帰れないとか、そういう以前にスペースに置けない。隣にもねサークルさんいるので、そこには絶対迷惑がかけられないので、ちょっと別にこんな薄くなくてもいい、分厚くしてちっちゃくみたいな、このデッキケース1個分ぐらいみたいな感じにしてくれてもいいけど、まあだいたいサイズの目安、縦かける横かける厚さの感じがだいたいこんな感じが上限だよっていうのをちょっとよろしくお願いします。差し入れはマジで今回全然なくていい。差し入れ本当にね毎回ありがたいし、なんかネタ勢いるじゃん、なんかいろんな面白いもの仕込んでくれるの、ああいうなんかネタ勢兄貴とかのね差し入れ見るのもね本当に面白くて俺好きなんですけど、差し入れ本当にもうどうしても愛の精神に受け取ってほしいものがあるって人だけで本当に大丈夫ですので、よろしく。そこのところ今回はねスペースの関係上ちょっと大きさの制限があることを、お許しください。あとはそれでも埋まっちゃった場合、最後の方の人はちょっと差し入れ受け取れないとかがあるかもしれないので、そこのところねちょっとご了承いただけたら幸いでございます。そんな感じでちょっとご迷惑いろいろおかけしますが、いろいろとよろしくお願いします。といったところで今回はねコミケで出すスリーブのご紹介でした。いやこれはねマジでいいです。てか本当にね俺が使いたくて作っただけなんでね、もしね気になるよって人いたら薄い本買うついでにでもね並んでください。やっぱそれでもね持ち込める数に限りがあって、今回は個数の上限があるので、並んでくれたけどね売り切れちゃったら、それは万が一売り切れちゃったらすまん。あとサインとかの対応は多分できないと思う。もしこれ全部完売した後に余裕があったらやるわ。余裕があったら他のサークルとか会場に迷惑がかからない形でできるんであればやるって感じですけど、多分余裕がないと思うので、まあ、できないぐらいの感じで来ていただけたら、幸いでございます。余裕がもしあったらやりますって感じで。はい、そんな感じで今回はね、コミケで売る、スリーブのご紹介でした。これね、マジでいい。これてか本当に、俺が使いたくて作っただけなんで、まあ、本当に、俺も欲しいわーってね、興味ある人いたら、遊びに来て、買っていただけたら幸いでございます。というわけで、今回はコミケで、配布するスリーブのご紹介でございました。みんなのご来場お待ちしております。今回はこの辺でよろしくお願いいたします。それじゃあ、会場でまた会いましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。